皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム正直屋のネコリンです。今回のダークテイルズは主にダイヤの使い道、そして神話キャラクターの処遇というか使い方、これについて私がやってしまった失敗談を繰り返さないようにね、これを踏まえてこういう使い方をすべきということを皆さんに説明していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。中には私と同じ失敗談してしまった方もいらっしゃるかもしれません。少しでも共感が得られたらいいなと思っているのと、最近始めた方に同じ過ちをしてほしくないということで、このような動画を撮ります。それでは早速解説していきます。よろしくお願いいたします。まずはこちら、ダイヤ夢奇跡についてです。これなんですけれども、夢奇跡1日に2000個3000個ぐらい配布がある時もあるのがこのダークテイルズの特徴なんですが、なくなった場合課金でこれだけの数が手に入るということになります。まあ、夢見貴族をあげるために買うんだという方もいらっしゃると思いますが、やっぱりね、それなりの金額はかかってしまいますので、この夢奇跡はあんまり使い込まない方がいいということをまず一つお伝えしたいです。じゃあ何に使っちゃダメなの、そしてどう使えばいいのっていうことをこれから解説します。まず一つはこの鏡の城、これハイパー結晶を10連で10回引けるガチャになるんですが、この特別召喚というところ、これなくなった場合夢奇跡2000個で10連引くことになります。でガチャ確率は皆さんご存知の通り、例えば神話キャラクター引くために2000個、じゃあとてもじゃないけど当たらないと思います。この特別召喚に使うのは一番やっちゃいけないことだと私は経験談から伝えたいと思います。じゃあ何に使うべきかというところも説明します。今回願いのパーティーというイベントが来ています。こういう確定で自分の欲しいキャラクターが手に入るよっていう場合に石はガンガン使うべき、または新キャラクターが出た時の召喚、あれも天井で確定じゃないですか。ああいう場合に石を使うべきです。私はかなりそう思っています。それ以外にもイベントガンガン来るんですが、例えば、旧イベントとかのように、めちゃくちゃうまいイベントの時に石は使ってもいいんですが、定期イベントの時のように、これあんまり使わない方がいいんじゃないかっていうイベントは、あえてスルーして、石をがっつり貯めておくっていうのがかなり重要になります。私はモルジアナ、特に水パーティーを使っているのでモルジアナにしているんですが、こういう確定召喚の場合も、例えばショップで手に入る平雪ゆりとか、ああいうキャラクターみたいに交換で手に入るキャラクターは確定でしない方がいいです。交換は交換で集めた方がいいですね。その他におすすめしたい石の使い方ということで、こちら水晶湖、この水晶湖は一括回収するときのこの全回数の方でも、例えばイベントで交換に使えるアイテムが手に入ることができます。ですのでこういう全回数は確か600個だったかな、600個使うはずだったので、ここにも石残しておかないと交換アイテムが使えなくなってしまいます。交換アイテム取るためにはめちゃくちゃ石が重要になりますので、必ずこういったところに使いましょう。また冒険の休息するときにもダイヤは使います。ですのでここダイヤをガチャに使いすぎてしまうと普段の育成が使えなくなっちゃう、交換イベントが取れなくなっちゃうというところになりますので、マジで気をつけてください。私と同じ過ちを繰り返さないよう、続けてダイヤの使い方ということプラス、必ずこれ突破石を購入すること、これ過ちその2なんですが、私イベントとかガチャに使いすぎて石かなり枯渇してたんですよ。でその時まだ星10も作ってなかったので、この突破石ってやつなんか使うらしいけど、まあそんなに使わないでしょ、まあ毎週買わなくていいやっていうことで買ってなかったんですよ当初。で星10以上作った場合、星11、12になった時、この突破石がどんだけ使うようになってしまうのか。例えば見てください、サザエ姫星14に上げる場合突破石40個必要になります。
月間でこの課金分のでも3個、週間で20個しか手に入らないんです。つまり星をかなり上げる場合、この突破石が足りなくなっちゃうと育成できないんです。まあ、ルーン強くしたりベスピア強くしたり、そっちはいけるんですが、これマジでダメです。突破石足りなくて育成ができない。私は今これで最高戦力めちゃくちゃ伸び悩んでおります。何を隠そう、私はこれ一番優先してほしい。何度も言います、突破石はマジで優先で交換してください。多分一番石何使ったらいい、私はこれを押します。その他にも心の水晶は交換した方が良いです。私は今夢奇跡がないので交換できないんですけれども、例えば越境とか同盟とか、そういったところではピックアップされていないキャラクター、これを確定で手に入れることができるんです。なので余裕があるときはこの心の水晶にも使うべきだと思います。最優先は突破石、そして時点でもちろんイベント新キャラ召喚に使うべき。特に突破石は1週間2000なのでそんなに大きくないと思います。ガチャ10連分です。ガチャ10連回してやるより突破石必ず手に入れといた方が今後の育成に必ず役に立つと思いますので、ぜひ皆さんこれだけは忘れないようにしてください。最後、神話キャラクターについて。神話キャラクター有り余ってる方いらっしゃると思います。各有私も育ててない属性については神話キャラ有り余ってて、何に使おう、どうしようっていうのが現状なっています。例えばウェンディなんか突破石足りなくて今育てれないです。その他の神話キャラもどうしようってなってます。これマジで売ろうとしたりとか突素材に使わないでください。理由はランクシステムが今3チーム編成になっていること。チーム数が増えている豆の木の悪夢かな、あれでもめちゃくちゃ編成必要になるじゃないですか。あと豆の木、これらのところで神話キャラクターいないと戦力的に足りなくなってしまう。星10は作れなくても神話キャラ星9とかまで頑張って作って、あとは共鳴の間で最高戦力をガンと上げてあげるようにすれば、そういったコンテンツに必要になります。神話キャラは売っちゃうと、突然に使っちゃうと手に入れるのがめちゃくちゃ難しくなってしまいます。リソース不足になってしまいますので絶対に売らないようにしてください。今回は石を使っちゃダメな方法、この石に使うべき方法、突破石を必ず交換すること、神話キャラは売らないこと、突に使わないことというのを紹介させていただきました。今更だなっていう方思うかもしれませんが、ダークテイルズ始まって結構経ったこの時だからこそ復習も兼ねて皆さんにお伝えしたかったということで撮りました。ご視聴いただきありがとうございました。今後もダークテイルズ楽しんでいこうと思いますのでよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。